ポテ751957年5月のパリ航空省に展示されるポテ75の試作機。密閉式とされた操縦席とガラス張りにされたミサイル操作員席。ポテ75は1950年代のフランスの軽地上攻撃機である。ポテ75はもともと1919年にアンリ・ポテにより設立され再編されたポテ社が開発した。 この機体は、優先誘導体戦車ミサイルのノール SS-10 の発射プラットフォーム用の要求仕様に合致するように、設計された推進式のプロペラを装備する全金属製の機体であり、水平尾翼と2枚の垂直尾翼は、後部動体下部から伸びるブームにより支持され、首車輪式の固定硬着装置を持っていた。ミサイル操作員は機首に座り、 その背後の高い位置に操縦席があった。当初ミサイル操作員席は風防で覆われ、操縦席は開放式であったが、後に操縦席には風防が取り付けられミサイル操作員席は全面がラス張りとされ視界が改善された。ポテ75は実験用の登録記号 f ゼフ f s をつけて1953年6月10日に初飛行を行ったが、後に この登録記号は FWGV 系となり、最終的には軍の F マフィに変更された。武装は、岸下部に4丁の 7.5mm 機関銃を備え、主翼下面に8発のロケット弾を喧嘩することができた。本機は、フランス軍によりテストされ、ミサイル用プラットフォームとしては、不満足であることが分かったため、軽攻撃機仕様に改装されて、アルジェリア戦争でテストされた。 この任務で、その有用性を発揮し、1956年に15機の全量産型と100機の量産型が発注された。軍事費削減の煽りを受けて、この発注は翌年にキャンセルされた。ポテ75は1957年5月のパリ航空ショーで展示され、後に連絡機として使用されたが1958年9月16日に、 不時着事故を起こし廃棄処分にされたグリーン1 9 5 6 b 1 5 6ありがとうございます。